海と日本。本格的な夏を前に気をつけたいのが海や川などでの水難事故。そこで今回は水難事故対策として正しいライフジャケットの着用方法や水辺の危険を紹介します。教えていただくのは絵本カッパのフーちゃんライフジャケットでスイスイを出版、子どもたちにライフジャケットの着用を呼びかけ活動している森重裕二さんです。どうしてライフジャケットは有効なんでしょうか。まずね、人間の体ってどれぐらい水に浮くか知ってます？例えば、はい、水面よりこう水入ったらどれぐらい出るか分かりますかね。胸より上ぐらいは浮きそうですね。この辺、はい、この辺ですね。じゃあちょっと入れてみますね。模型を作ってあるんで。人間の体ってね、よいしょ、あ、こんなもんなんですよ。もう頭の上ぐらいしか出ていませんね。これだと十分呼吸ができないんですけど、ライフジャケットをつけてると、よいしょ、どこが出てますか。首より上ぐらいは浮いていますね。そうですね、顔の部分が出るので、安心して呼吸ができるということなんですよね。では、はい、正しいライフジャケットの着用方法を教えてください。はい、子供たちにはね、基本的に前横お股のお約束っていう言葉で教えてるんですけど、前のチャックを閉めます。しっかり横の、今度バックル横にね、引っ張る、だいたい紐があるこうやって横に引っ張って閉めてあげてくださいね。 OK。 ただ股下の紐があるんですけども、これがないとどうなるかというと、ライフジャケットは浮く、体は沈むので、こうやって首を締めたりとか顔の前にかぶさったりして危ないので、股の下の紐をしっかりと止めてもらって、あまりきつく締めなくて大丈夫なんでね。で最後こうやって大丈夫かチェックしてあげてほしいなと思います。大人も基本的にはつけてもらって、体にしっかりフィットさせるように、このベルトをできるだけ締めてくださいね。これでもう完璧に安全でしょうか。いえ、ライフジャケットつけたら完璧ってわけじゃなくて、例えば海やったら離岸流って言って、岸から沖に向かって流れる流れがあったりとか、川とかやったらこう下に引き込む流れだったり、泡立ってるところは浮力がすごく小さくなって沈んでしまったりってところがあるので、まあ、これをつけても気をつけて遊んでほしいし、まあ、子供やったらもうとにかく大人の腕の届く範囲で見守ってあげてほしいなと思います。最後までご覧いただきありがとうございます。Facebook、Instagram、Twitter、チャンネル登録よろしくお願いします。